思い切りないで強く抱かれたいけれど、今の私は遠すぎるあなたが、雨は冷たいけど濡れていたいの、思い出も涙も流すから。はい、おはようございます。入れ歯のコウスケです。今日は、8.13 ですね。金曜日です。今日僕はどちらかにいると言いますと、はい、いつものね、ここはアクロスプラザのね、2階に来てます。で、今日なんですけども、自分はね、はい、こちらカットですね、髪切りに来ました。僕はいつもね、こちらのアクロスプラザの、2階の美容院のね、美容院様に来てます。で、これがね、ミラコールっていうところなんですけども、これ内訳見せましょうか。すごく安いんですよ。こちら内訳いきます。今日の私がした内容は、一般カット2090円、眉毛カット、550円、炭酸クレージングスパアワー550円、合計3190円ですね。で、このね、スパシャンプーっていうのがすごく気持ちよくて、なんつうんだろうな、メンソールっていうかね、すごいなんつうの、冷たいやつでこうガチャ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 スパしてくれて、なんていうのかな、涼しくなったし、毛穴の汚れ一気に出た感じがして、実際そうらしいんですよね。夏って毛穴の中にね、すごい汚れ溜まっちゃうんですって、髪の毛も。で、それを全部ね、こう洗い流してくれる感じで、もうなんつうんだろうね、最強に気持ちいいです。で、ここがね、一応そのミラコール様のね、店外だけちょっと撮ってみましょうか。店内はちょっとまずいんでね、こんな感じでかっこいいでしょで、これからね、自分はね、1階のマッサージ店に行きます。ちょっとね、美容院行くとね、やっぱ肩凝ったりするんだよね。ちょっと長くね、かかるからね。こちらですね、こちらほら、ミラコールさんね。ではでは、ほらこちらですね、って感じで、ミラコールさんは今終わったので、うわ、雨降ってきた。1階の、これからですね、1階のマッサージ行ってきます。どうしようかな。10分からなんですけども、10分だとちょっとね、1箇所で終わっちゃうんですよ。肩とかだったら肩で終わっちゃうんで、2箇所腰もやりたいんで、20分ね、20分だと2000円、10分1000円なんで、ちょっとね、20分コースでね、行こうかなと思ってます。森高千里さん、最高だぜ。森高さんって今思うんですけど、20代になっても50代になってもお綺麗ですよね。変わらずお綺麗というか、びっくりするぐらいね、多分努力もされてると思うんですけども、そういうね、人になりたいなみたいな ね。これちょっとね、結構ね、髪こっちにやった方がいいよって言われてね、こっち真ん中分けするとね、こっちの方が薄くなっちゃうんですよね、自分。なんでこういった方がいいよって言われたんで、これからはこういう感じでいきますんでね。こちらですね。あれ、やってない？やべえ、休みじゃね。うわ、浜田ビル接骨院今日休みだ。残念、ガビーンですね。ということで、今日休みなんで、しょうがないんで、もう今日は買い物して帰ります。ではまた、今日もいい日にしてください。バイチャー。